ゆるキャラでございます。はい、こんにちは。皆様拍手お願いします。吉野から来てくれました吉野ピンクルちゃんです。はい、PR お願いいたします。すいません、吉野町から来ました吉野ピンクルです。よろしくお願いします。胸のところによしって書いてあるので、よくよしちゃんとかピンクちゃんとか呼ばれてしまうんですけども、ピンク色のピンクルちゃんと覚えてください。吉野の、桜の名所なんですけども、その吉野山の桜から生まれた桜の妖精さんです。吉野町内では吉野町の桜を守る活動とか、まあ、いろんな活動をさせていただいてます。で、昨日もですね、大阪の方に行ったりして、はい、PR してきました。皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。吉野は大変、桜そして紅葉もですね、綺麗な場所です。上千本、中千本、下千本と、もうこれはもう全国有数の桜の名所でございます。これからの季節、ぜひ皆さん一度訪れてみてはいかがでしょうか。これから、はい、今ですね、ピンクルは、Facebook とか Twitter もちょっとさせていただいてます。よかったら皆さん、いいねとかフォローとかしていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。これからの出演イベントの、スケジュールなんかも、Facebook や、はいはい、Twitter の方でチェックできるんでしょうか。はい、そうです。はい、ぜひぜひですね、吉野を PR する吉野ピンクルちゃん、フォローしてみてください。よろしくお願いします。拍手お願いします。ありがとうございました。はい、続々登場してくれます、ゆるキャラたち、